はじめまして、ふーです。ジムニーが納車されたので車中泊仕様にカスタムしてみました。これからジムニーの車中泊生活を動画にしていくので、よかったらチャンネル登録お願いします。今取り付けているのがセイコー産業さんの折りたたみテーブルです。ドライバー1本で簡単に取り付けることができて、すごく使い勝手が良さそうです。次もセイコー産業さんのサイドバーを取り付けます。これもネジを外して付けるだけだったので簡単に取り付けられました。今度これを使って天井のネットも貼ってみたいと思います。で、最後にフックを引っ掛けるパーツを取り付けて収納ボックスを固定します。一応一通り付け終わったので買い出しへ行っていきたいと思います。ちなみにここは秩父の山奥なんですけど、夢中で作業していたのでいつの間にか真っ暗でなってました。秩父市街を走ってます。コンビニでお酒とおつまみを買って道の駅大竹温泉へ向かいたいと思います。道の駅大竹温泉に着きました。気温は、0度です。ちょっと寒すぎますね。これから準備に取り掛かります。で、寝袋は一応マイナス15度まで対応していると書いてあったので余裕だろうと思ったんですけど、実際ちょっと肌寒かったですね。しっかり着込んで寝たので今回はぐっすり眠れました。サンシェードはジムニー専用のものを買ったんですけど、ちょっと吸盤が弱くてこんな感じで剥がれてしまうので改善の余地ありですね。準備終わって就寝前の至福のひとときを過ごします。
起きたらジムニーが凍りついてました。マイナス4度まで下がっていたみたいです。今回の動画はここまでです。これからジムニーの旅動画やキャンプ動画を上げていきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。